2017年日本の補欠選挙では、日本における立法機関である衆議院及び参議院における国会議員の欠員を補充するために執行される予定であった2017年の補欠選挙について取り上げる。補欠選挙は議員が辞職あるいは死亡したことなどで欠員が生じた場合、その欠員を補充するために行われる選挙である。 2000年の公職選挙法改正によって、原則として、衆議院と参議院の補欠選挙は4月と10月の年2回にまとめて実施されている。なお補欠選挙期日については、公職選挙法第33条の2において以下のように定められている。2017年について、第1期間は3月15日までに補欠選挙を行う自由が生じなかったため、 外当日となる4月23日には、補欠選挙が行われなかった。第2期間は10月22日に、補欠選挙が行われる予定で、一旦は、下記の3選挙区での実施が確定したが、補欠選挙実施前の9月28日に、召集された第194回国会冒頭で、衆議院が解散されたことにより、衆議院議員全員が失職した扱いとなることから、 当該三選挙区は補欠選挙ではなく第48回衆議院議員総選挙として10月22日に投票日が設定され、このため2017年は2015年以来2年ぶりに補欠選挙が行われないことになった。なお第48回衆議院議員総選挙においては、小選挙区の一票の格差を是正するための新たな区割りで行われ、 この区割り変更に伴い補欠選挙の対象選挙区の一つであった青森県第四区が廃止になったことから、総選挙の対象にもならず、欠員のまま選挙区の廃止を迎える形となった。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます2017年衆議院、愛媛県第三区補欠選挙に関するカテゴリー、2017年衆議院、青森県第四区補欠選挙に関するカテゴリー、 2017年衆議院、新潟県大国補欠選挙に関するカテゴリー、ありがとうございます。